で、強化ごとどうでしたよ。3回目ですけど、多分3回目で一番古典が難しかったの、一番懸念してた数学、はい、いけるんじゃないかなって思っちゃって、ほいほいほい、ちょっと急に緊張しまして、で結構高得点狙ってたんで、はい、あでも僕の教室多分聞きやすいところだったと思う。聞きやすい教室、よかった。どうですか、自信のほどは。いやそれは、そうで始まりました、モチベーションです。さあ今回はスペシャルゲストとして、はい、どうも、タラのガリベンです。はい、ということで、タワシさんにおいでいただきました、はい、ね、年末ぶりですけども大変でしたね、はい、大変でしたね、ギリギリでしたけど、ギリギリでニアミス、僕もタワシさんのね、はい、生配信11時間ぐらいやったでね、あの後私は何日か後ですよね。そうです、そうです、コロナにかかるというので危なかった、林さん、林さんじゃねえ、タワシさん、なんで林さんですか、タワシさん、はい、こちらですが、さあ東大受験終わったわけなんですが、はい、終わりましたね。どうでした、感想として。感想としては、まあやりきったなっていう、全て出せたんで、はい、はい、よかった。感想したという感想、はい。はい、はい、感想したという感想、感想です。で、教科ごとどうでした、まず、まあこのチャンネル英語のチャンネルなんですけど、英語一番最後に取っておきましょうか。はい、最後に取っておく、まあ、順番で言ったら、順番で言ったら、はい、じゃあ最初の国語でしたね、はい、国語難かった、難かった、難しかったと思います。僕3回目ですけど、多分3回目で一番古典が難しかったんじゃないですかね。やっぱ古文むずい、古文むずいっていう声がすごかったですね。多分毎年結構東大って本文はすごい読みやすい問題が出て、まあ、回答をいかに丁寧に作るかなっていうところすごい気にしてたんですけど、うんうん、今年はなんかもう本文からちょっと読みづらかったので、なるほど、結構苦労した方は多いと思います、うん、僕もそうですけど、うん、やっぱ古文がネックだったっていう感じですね。他はどうでした、原文とか漢文とか。原文とかは多分そんな、まあ古文漢文はちょっと難しかったと思います。漢文も難かったんですね。漢文も難しい、古典が難しかった。へえ。僕もそんなにできてないですけど、多分皆さんそういう感想なら、うん、多分そこまで差はないのかなっていうイメージはありました、うんうん、原文は、原文は多分そこまで難しい感じはなかったかなと。第4問とかは意外と書きやすかったかなと。書けました、じゃあ、はい、思います。わかんないですけど論述なんで、うん、はい、そしてそうなんですよ、僕が一番懸念してた数学、はい、ね、数学がね一番懸念材料だったと思う。去年は10点でしたね、80点満点中。そして今回はどうだったんですか。まあ、点数が出てないんで何とも言えないんですけど、はい、ただ今回は先生方に結構しっかり数学仕込んでもらってたんで、はい、うん、まあ、差がつかないぐらいは取れたかなっていう感じはしました。おお、なるほど、はい、なんか完答できたのありました。1問完答できましたね、はい、であとは、あとは部分点でどれぐらい取れたかなっていう、はい、はい、全く手つけないのとかはなし。でも1問、まあ、手はつけたんですけど、はい、ちょっと点来てるか怪しいのはありました。まあ、でも1日目は結構僕的には耐えたんで、なるほど、はい、次の日にもう手応えがなんかつなげることができたな、うんうんうん、なるほど、それは良かったです。でその1日目に僕ちょっといけるんじゃないかなって思っちゃって、ほいほいほい、ちょっと急に緊張しまして、なるほど、逆にいけるんじゃないか、はい、なんかお調子者っぽい感じ出ちゃいましたけど、1日目はすごく眠れたんですけど、ほいほい、2日目の夜、1日目の夜になって急になんか切り立っちゃって、はい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 、眠れなくなっちゃって、うわ、どうしたんですか。まあ、3時ぐらいになんとか寝れたんですけど、うんうんうん、まあ結構焦りましたね。怖かったですねそれはね、はい、確かに寝れずに行ってしまったら結構やばかったです。まあ3時間寝れたんで結構そんな問題はなかったと思います、うんうん、いや、ありますからね受験って本当に。そんなのはね、ありますね、やっぱ緊張して寝れないっていうのはたまらないと思います、うん、でそしてどうだったんですか、はい、いよいよ2日目は。2日目ですね、2日目は歴史系は得意な、はい、世界史日本史ですからね、はい、で結構高得点狙ってたんで、はい、まあ、終わった感じの手応えではそこそこできたなっていう。世界史大論述いけました。世界史大論述はなんか解きやすかったですね、すごい塾の方で対策をすごいさせてもらったんですけど、はい、もう結構しっかり論述対策してきたんで、はい、まあ、大体どんな問題出ても結構対応できるぞっていうところで、ただちょっと解きやすいのが出ちゃったから僕としては差がつかない、差がつかないかなっていう感じはしましたね。もうどこが来てもいけるようにしてた、はい、ある程度取れる世界史で取ろうっていう気持ちは。あ、なるほど、はい、やっぱりじゃあもう来た時にあもうこれだってなったんですか、はい、もう論述あこれかけるなって、これかこれか、はいはいはい、ただちょっと細かいところではどうしても落としちゃったところはあると思うんですけど、はいはい、大まかにはかけたかなって、うん、なるほど、はい、日本史も、まあ、日本史はちょっと何とも言えないんですね。あ、そうなんだ、ね、まあ、悪くはないですけど、うん、恐らくどうなんだろう、まあ、前回も手応えなくても意外と点数も切ったりしたんで何とも言えない感じ、うん、知識はもうありますもんね、世界史日本史はねついてますもんね、まあ、まあでもやっぱり知識量が多くてなんかポコポコ抜けちゃうんで、あ、はい、本番までその完璧に仕上げるっていうことはちょっとできなかったなっていう悔いはちょっとありました、うん、ね、東大受かったらクイズ番組ね、はい、やっぱり世界史日本史がメインになるじゃないですか多いんですかね
構多いと思います、ね。猛者はすごいですからね。早押しはだいぶ苦手です。なんか確かにないですね。早押しをなんかこう対策を変えてやってるイメージない。そして英語ですね。英語ですね。はい。どうだったんですか英語。英語が正直自信ないんですよ。あ、自信がなかった、はい、一番。一番。要約が今回難しかったんで。書きづらかったですね。いきなりそこで僕要約最一番最初に解くんですけど。ああ、なるほど。要約結構、まあ、得意な方で割といけるかなと思ったんですけど、はい、ちょっとつまずいちゃって、あ、書きづらいなと思って。書きづらいです。指示文もね、ややこしい指示文でしたね。うん、なんかどこ取ったらいいのかなって。変化について書きなさいって書いてあるから、こうからこう変わったって書くのかと思いきや、はい、何そういうことなのみたいな。うん、ちょっとそうですね。だから、あんまり自信ないです。いや、分かりづらいと思います。いだいぶ分かりづらい。何点取れてるか分からない。子供と大人っていうのが、どっちがどっちをどう指してる。そう言われたらちょっと不安になってきました。読むときに、ああ、これは分かりづらくしてるなと思いましたね。他どうでした？文挿入が、まあ、ちょっと例年より簡単だったんですけど。いや、そうですよね。僕、間違ったかな、結構。はい、そうだ、僕見てんだった、書いて。客観問題は見てましたわ、そういえば。客観問題が本当に自信ダメでした。うん、正直、取れてなかった。リスニングも含めてですね。ああ、リスニング。やっぱ本番になって、もともと圧倒的な実力をつけれなかったっていうところが大前提、良くないんですけど、やっぱり本番になるとどうしても普段やってるように例文が読めなかったりしてしまって。英作文はどうでした？いや、英作文も、まあ、書き切れはしましたけど、はい、しっかり。ただそのテーマが街ですよね。なんか自分が住むとしたらどれ。そうそうそう、何が最も重要なものか。なんかなんか変なこと書いたら、静けさみたいなこと僕書いて。はい、ちょっと書きづらいテーマだと思いながら自分で書き進めたんで、一応最後までは書き切ることはできたんですけど。そんなんで書いたんですね。はい、はい、ちょっと書きづらかったです。ホワイトネスとかで書いたんですか？サイレンスって書いた。あ、サイレンスか。はい、まあそれがどうかな。ただまあ記述部分は自信持ってやっててたんですけど、うん、まあどれだけ点来てるか、うん、和文英訳どうでした？あ、どうなんですかね。去年一昨年よりは簡単ですよね。はい、まあ去年とかで、ね、眉唾物ものみたいなのありましたし。どうでしょう、一応書きましたけど。そうだね。でもなんか結構言い換えて書いたところもありました。ああ、はいはいはい、はい、そうですね。それをやっといた方がいいですからね。はい、直訳するとうまくいかないっていうのいっぱいありますから。あとそのポカミスが僕すごく多いんで。はいはい、そうですね。私チェックしてましたから、ね、それは気をつけたつもりではあるんですけど、はい、どうなったのかですね。はい、今度またね、企画前にやったようにまたやればいいですし、さらされて、さらされて恥をさらすようにならないように意外とできてたんだっていう。みんなこうわーって言ってくるけど、いや、できてると思うんだけど、ね、受験生できないんだけどなと。こう時間に追われると大変ですね。みんなコメント欄でわーわー言ってきますけど、絶対そのわーわー言ってる人たちの方ができないですから、そこは安心してください。いや、時間に追われると本当にミスが出てきちゃったりとか、うん、言い訳に なりますけどね。で、和訳の方ですね。そうですね、和訳もまあ簡単に感じたんですけど、はい、まあ、カッコ2だけちょっと自信ないかなっていう。なんかカッコ2ってあれ文脈見てる。短かったやつでしたよね。はい、難易度的にはどうですか、森田さん。いや、去年よりも優しいと思う。まあ、おなじみの要素の分離もね、やはり出ましたし、まあ、毎年のように出るやつとか、ね。はい、まあ、あとは日本語でどう書けるかですね。そうですよね。で、正語ですね。正語、まあ、難しかったです、ね。あれは僕もう、勘でしかやってないんですよ。それでいいと思います、判断的には。無理ですよ、普通の受験生。あれ、毎回難しいですよね。難しいですね。正語の時は難しくて、正常の時は優しいっていう。勘でにも合ってたんで、やったそこはちょっと嬉しかったですけど。うん、あれ読んでたりね、時間取られちゃいますから、ね。うん、あれは毎回ちょっと捨て物というか、最後におまけっていう考え方でちょっと望んでました、ね。うん、最後の、どうでした？読解物語文的なやつ。うんうんうん、自信ないです。もう本当、入ってこなかったです。ああ、内容が。内容が。え、順番的にはどれからいったの？要約、和訳、和文英訳、英作。で、リスニング挟んで、大文豪、小説読んで、で、最後、文法辞と、で、最後はもう、勘、勘で、全部、全部 C。4A は全部 C。なるほど。あ、やっぱ時間厳しいですからね。そうですね。英語でちょっと自信ない。先に読むのはどれぐらいでした？リスニングの先に読むのできました？あ、でも僕は5分ぐらいは毎回取るようにしてて、はいはい、まあ、もっと取る方がいいっていう考えもあると思うんですけど、ね、まあ、毎回取りすぎてもなんか記憶が残んないんで、うん、僕は5分って決めて、うんうん、まあ、それは予定通りにやってましたね。まあ、きつかったといういろんな人言ってましたからね。音でも、うん、やっぱ聞きづらいって言ってましたし。あ、でも僕の教室多分聞きやすいところだったと思うんです。聞きやすい教室だったよかった。小さめの教室で、うん、あ、運がやっぱ左右するんだな。なんかもやかかった感じで聞けなくなるんですよね。へー、なんですかね。ボソボソ結構喋るとかね。ああ、どう、確かにナレーターさんみたいな感じではないかもしれないですね。素人感が出るって言いますからね。はいはい、やっぱりなんかいつもおじさんが結構ボソボソ喋るイメージが。そうなんですね。同じ人なのか分かんないですけど。教授にいるのかな。はい、いやー、そんな感じだった。はい、どうですか、自信のほどは。いやー、それは僕の結果次第。
自信はなんとも言えないです、まあ、また出すんでしょうけど、はい、動画で当然ね、まあ、可能性はあるかなと思っています、まあ、去年とかよりはだいぶいいかなと思います。なるほど、去年より手応えがあったということで、はい、まあ、去年50点足りなかったんで、あ、なるほど、はい、どれぐらい取れてるかですね。そっから発表までの間はどうやって過ごすんですか。このちょうど僕前もちょっといたと思うんですけど、好きなラーメンとか食べに行きましたね、はいはい、ちょっと美味しいラーメンがいっぱいあるんで、住んでる近くに。あ、なるほど、分かりました、まあ、これからちょっとね焼肉食べに行きますけどね、はい、ありがとうございます。いや、とんでもございません。で、あとあれにハマりましたね、ニジプロにめちゃくちゃハマりました。20意外縄跳びダンス、ニジプロいいなと思って終わってからその受験でいろいろ制約されてた後に、はい、あれをね、なんかなんとなしに見てしまって、はい、すごい体に染み込んできて、感情がすごい揺さぶられてこんないいものがあったんだと思って。なるほど、感動もしましたし、ね、受かればでもね、いろんな仕事で会えるかもしれないじゃないですか。どうだろうな、もうキラキラしてますね。東大王とか出るかもしれないし、まあ、クイズ番組とかね、いろいろ。いや、もう癒しをもらってます、本当に。なるほど。だいぶ遅いと思いますけど、皆さんに比べて。じゃあ、そんな感じで、はい、また3月、もうすぐですからね、発表もね。そうですね、もう祈るしかできないんで、はい、はい、待ちたいと思います。ぜひ、やることはやりました。ください。はい、マジで。今回は、ね、東大受験芸人っていう名前もなくなるのか、どうかっていう。その辺もまだ未定です。ね、はい、皆さんにおいでいただきました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。